はい、と2020年5月20日ドラクエウォーク、本日はラーメンの杖を手に入れたので、これによって高難度をやっていこうということで、いきましょうということで、構成なんかはこんな感じでして、左の方でして一番最後に行きます。そしてこれがメインですね。ラーミアを入れたところ、宝石がおるんで初戦の神田はわりかし楽できるんじゃないかなって、まあ、構成なんか含めてそこら辺は最後に行きますので、例によってね長くなるとか出て一戦一戦区切っていきますので、レッツラドン、めちゃめちゃ楽しみですね。雷神連れてきてゾウママに行けるかどうかですよね。どれもこれも楽しみだなということで、これがラーミア連れてきたんで、これで宝石入っとるんでメダパに行きます。メダパに行きます。でこれがね回復レンジャーにしたんですよ。次のあれですよね、フバーハがいるもんでね、レンジャー入れなかったもんでね、これがそうだね、自分でバイシかけるで、バイシかけましょうか、せっかくなんで。バイシかけます、かけます。レンジャー何しましょう。一応そうか、まあまあ別にあれか、無理にやることないな。守りの盾、あそうか、守りの盾だけ入れてきたのか。これやることないね、これやることないね、やることないね、やることないね。ちょっと防御しとくか。やることないな。これでスカラ行こうか。そこが弱点、あ、ルカニだな。それが弱点か、レンジャー入れると。スカラ、ルカニがないってところか。でもあれだもんな、フバーハどっちみち1体入れなかもんな。せっかくね、ラーミアがあるもんで、ここにデインしとるもんで、雷神も連れてきたかったんですよね。どれぐらいになるかね。ゾーマもね、なんとか雷神でたどり着きたかったかな。これによってラーミア手に入れたもんで、なんとかいけんかなっていうところで、これで入っとるんで、これがいいよね。あれあれ、イオナズンだね、イオナズン。魔法だもんね、これ。混乱を潰さんでいいですよね。1000ぐらいか。めっちゃそこまであれなんだな、火力出るってあれではないんだ。これでじゃあ、あそうか、もう一発かけてもいいか。これ打っていくか、これ打っていこう。400、やっぱあれだな、相手がいっぱいおるときついね、そこら辺はね。これでルカにはかかっとるんでやることないね。スカラやってもあれか、まあ、他のやつにルカにかけとくか。だったらねえねえ、一番右だね、潰さなかんのは。逆にこれあれか、イオナズンじゃなくてデインで一人ずつやってった方がいいってこと。これ、この人やることないんだよな、下手になんかあいつつつかん方がいいでな。ジバリカでもかけてもあれか、つつくことないもんな。これやっぱやることないな。まあ、ビッグシールドにしときますわ。暇なんで。やることないな。ここら辺ちょっとあれだな、遊ばしとるね。もうちょい構成を考えなきゃんすね。まあ、何よりね、あ、しまった。これ、アクセサリー入れてないんじゃね、あんた。あかんがね、あかんがね、アクセサリー。まあいいや、まあいいや、まあいいや、行きましょうというところで。ラーミアがね、どんな風になるかね、それを見たいんですよね。これじゃああれか、ちょっとあっちやってみるか、だったら。デインかけた方がいいんだもんな、せっかくあれ連れてきとんだで。こっちだね。もう強いね。強いね。普通に強いんじゃないですか。あれが、バイシが消えちゃったか。消えちゃったか。まあいいわ。まあいいわ、まあいいわ。そうするとあれか、レンジャーに、思ったんですよ。これいつにドラゴンロッド持たせようかなんだけど、それはあれだもんな。せっかく回復レンジャー入れとるんで、回復させとくか。癒しが、あ、でも150でかいね。でかいね、でかいね。いいんじゃないっすよ、いいんじゃないっすよ。これじゃああれか、やることないな。スカラでもやっとくか。ルカニだな、ルカニだな。ここ真ん中にかけとくか。いや、なずんでこれなんか突き進んでもいいってこと案外。ここであれだもんな。メダパに行かなかもな。なんかやばいんじゃないあんた。ねえ、ビッグシールドかけてないしね。まあ、メダパに頼みですもんね。ここは要は。全体攻撃の方が意外に楽なんだね。メダパニだね、メダパニ。そのために宝石入ったんだって。どっちにしろあれですよね。ラーミア入れるんだとこの構成的に入るわな。これはあれですよね。イオ用にヘルバトラー入れたんですよね。MP 用に本当はピエロ入れてもいいかなと思ったけど、耐性がないもんでね。バイシをやっぱかけたいとこ行くと、レンジャーあれか、ドラゴンロッドでもよかった。ただタクトじゃないとこの150の回復は出せんで、ちょっときついんじゃないかなって私的に思ったんですよ。あれ、メダパニ入ってないんじゃないか。メダパにやったか、入ってないね。いかんねえ、それはいかんねえ。回復しようだったら。何バギ待って、ちょっと待った。ちょっと待った。これ作戦なんかおかしいことなんじゃないか。ちょっと待った、ちょっと待った、ちょっと待った。なんだバギ待って。ちょ、なんかこれあれだな。
ちゃんとお前やってないな、これ。あかんぞ、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 これ。いきなりなんかあれだな、初戦から苦しめられとるぞ、あんたやられとるぞ。あかんぞ、あかんぞ。変なトスかけられとるな。変なトスもあれだね、手に入れてなんかいっぺん使ってみたいですね。しくったね、しくったけどね、あの、あれですよ。タクト2つあるでいいんですよ。いきなりあんたしくやられとるね。作戦一応変えとこなあかんの、これ。命を大事にだけど、こっちはいいんだ、命を大事で。これがね、ザオラルあるでしょ。ザオラル。こいつが命を大事になってないんだよ。ガンガンいってかんで、ガンガンいってかん、ガンガンいってかん。じゃあこれであれか、まあ回復させとくか。170、150、まあばらけるけどあれだな。20ぐらい高いってところか。回復レンジャーでも地味に役に立つな。150いけやな。そのためにピサラ売れたんですけどね。あんま自分に攻撃してこないね。起きてほしいまでね。もうちょいなんか私楽にいけるかなと思って、バイスとかかけていけるかなと思ったんですけど。魔法戦士、そう考えるとあれだな。こいつサポート役に回った方がいいな。バイスかけよう。バイスかけよう。バイスでいこう。バイスでいこう。レンジャーはあとあれか。ドラゴンロッド入れるとどれぐらいあれか回復が下がるかってところか。そこら辺ぐらいかな。簡単な正気に戻っちゃったね。戻っちゃったね。いかんねえ。いかんねえ。いかんねえ。2発食らったら終わるもんな。2発連続で来るとあかんってところか。まあ、これだったらあれか。ギャグでビッグシールドかけとくか。どっちみち癒しやったって一緒だもんな。さて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 。2発来たら終わる。1発で終わっちゃったわ。1発で終わっちゃったわ。プギャーだね。プギャーだね。お、弾いた。そんなにあれか、なんかあれか、そんなに防御率に持っとるのか。もう少し楽できると思ったんですけど、これまたパラディンとか来たらまたさらにあれでしょ、方向性変わってきますわね。これで何行こうね、これ。まあメダパニなんだけど、雷神があるもんで、やっぱあれだな、デインで攻めた方がいいよな。ユーナズン打ちたくなるけど、なんかこれ何、修正入っとんの。久しぶりになんかこうないんだったら入らんじゃない。なんかこれどうなった、どうなった、入らんね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 。意外に入らんくなったね。もっとなんか前ビシビシに入ってた覚えあるんですけど。560、そんなくらい。ああそうか、防御減らしてないでか。カンダダインパクトみたいなことやってないでだ。あ、そういうことっすか。インパクトあった方がじゃあ楽ってこと、これ。メダパニが入ってないもんな。メダパニが入ってないで楽できんだよな。こんな入らんか。だよな、入るよな、入るよな。これザオラル、ザオラル、ザオラル、ザオラル。タクト2本、これがでかいんだよな、唯一ね。27日でした、イベント終わる。その後、私的には、あの、あれ、賢者のあの杖ありますが。癒しだ、悟りだったか。あの辺りの復刻ガチャとか来るんじゃないかなって勝手に呼んでるんですけど、あの正月みたいな抱き合わせがさ、いっぱい星5が入ったやつ。それが来たら、持っとるジェムで引いてもいいかななんて思ったんですけど、どう思います？どう思います？これあかんな、なんか、デラ苦しめられてるな。無難にあれか、もう、あれ打ってった方がいいか、一人に。イオナズンじゃない、イオナズンじゃない、ライデン、ライデン。ライデンで行った方がいいか。コブ落とした方がいいもんな。もっとなんか楽できるかなと思ったんだけど、そんなことないな。これ入っとるんで、もうそのままいいよ。あ、こっち、あれだね、ルカニだったね。ルカニあれだったな。こいつやることなくなるもんな。下手にこれ手で挟む方がいいでな。もうこれこのままやっとく。もうかけてやることないで。ちょっとここあれだな。ドラゴンロッド入れてもってところか。でもこの回復量は落としたくないんだよな。150。こっから多分あれでしょう。もう一回ドラゴンロッド入れちゃうと、これタクトから変えると多分103、140ぐらい。そうすると後半きついんじゃねえかなって。特にあれだね、ブロス戦だね、あそこはきつくなるんじゃねえかなと思ったんですけど、まあいや、とりあえずやってみようということで。どれぐらい役に立つか。あれだね、マヌーハのゾーマ戦も見たいしな。雷神をやっぱ見たいな。相変わらずでもこれ単体じゃ強いけど、あれだな、人数おるときついな、弱いな、弱いとまでは言わんけど、起きちゃったね。起きちゃったね。参ったな、参ったな。まあいいや、一回、あ、そうか、そうか、そうか。
他こいつ何にもあれだもんな、やるもんないもんな。ダメ元でここら辺すからかけとくわ。どっちみちあれでしょう、ここで回復試合でいかんな、起きちゃうな。魔法戦士、魔法戦士と一番後ろが残ってればいいってことか。のが案外ありってこと。魔法戦士2人でイムラズンとデインで行くっていうのどうでしょう。そこら辺2本当てなかんもんな。でもそこら辺はなかなかでね、難易度の高いとこありますけど、一番右がもうちょいで倒れそうなんで、全然なんかこれすっごい入らんくなってない。え、どういうこと、どういうこと、どういうこと、これ結構修正入っとんの。なんかこれ久しぶりにやったんだけど、え、何これ、前もうちょい入ってる覚えあったんですけど、どっちにしろみんな一発だもんな、倒れるのがな。こういう時にあれだな、リアルカッターなんだよ。まあこういう神頼みもあんまあれだけどな、影縛ったらラッキーみたいなところね。そうだね、鍵頼みはあれだね、何にも降りてこんわな。これでレンジャーに食らうときついか。ギリギリだな、ギリギリ耐えたな。体力が多少あれかあった分か。結構苦戦しとんじゃない、あんた。なんかラーミンあるくせにもっと楽できると思ったのに、結構苦戦してますね。これ混乱してくれんと私困るんですけど、混乱しました。じゃあここ起こすとかあんので、倍賞一旦かけます。立て直します、立て直します。それでザオラル多分いいだろう、スピード順的に。どうでしょう、ダメか、ダメだな。こっちのあれか、順番回らんかなと思ったんですけど、ダメか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 。なんとか耐えたか、なんとか耐えたね。じゃあが、じゃあ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 、しつこくしつこくライデン。それでライジン行きましょう。これで回復、回復だね。正気に戻っちゃったね。早いなぁ。当たるとあかんなぁ。それがあれか。弱点でもあるな。確かにな。これ何でいくだろう。ベホイムでいくかな。だよね。なかなか地理だね。めっちゃなんかメダパニの入りいいってわけじゃないな、これ。簡単な、ちょっとこれ運ゲーだね、これね。2発同じとこ来たら終わっちゃうもんな。これは防御とかそういう問題じゃないもんな。心を守るとか装備がいいとかじゃないもんな。あれは痛恨だで、ほんと運命だな、ここは。もっと楽できると思ったんですけど、負けにメダパニ担当が倒れとってたまらんがな、これ。起こして、起こして、起こして、これタクト2つだで、まだよかったね、あんた。これで、何やるだろう。結構あれだな。ああ、もう一発来たらあれか。なんか状態異常めっちゃくちゃあれだね。ゴリゴリ入るってわけではないね。バイギルトやりやがったな。これで一発になっちゃうな。雷神でもっと楽できるかと思ったんですけど、結構 MP あんた意外にきつくなっとるし、これでザオラル。必然的に選択は癒ししかないと。あ、順番あれなの、なんかあれだね。後ろ行ったり後行ったりするね。泣けてくるな、なんだこれ泣けてくるね、泣けてくるね。これメダパニアイランドかなり辛いんじゃないの。後ろの順番あれだな、ちょっと一心になるな。多分ごちゃ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 しとるんだろうな。というのはあれですよ、デスピサロ入っとるもんで、順番が狂うんだろうね。しつこくザオラル。さてさてさて、あ、回った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 。神田の混乱あれだな、これ。攻撃するとな、そうすると魔法で攻撃した方がいいってことになるんか。全部魔法だけど押し切るっていうのも案外、まあまあありですよね。それ持っとらですけどね。自分の手持ちだとあれだもんね。マヒアドとか持ってかなかもな。これで、そうかそうかそうか。もうあれだね。バイシやるより普通に行きましょうか。ライデインで。
ライデンでも20減るんだね、地味にね。これもまあ売ってかなあかんもんな、どっちにしろ。意外にとか、だいぶ苦戦しとるね。これで、で、回復だな。もう一発回復だね。やらん可能性があるんで。なんかもっと楽できると思ったんですけど、15分もかかってますよ、あんた。5分、10分ぐらいでいけんかなって、やばい夢抱いてたんですけど。ダメか、ダメか。結構、あれだな。自分攻撃しちゃあかんがね、あかんがね。正気に戻っちゃうよ。そこだけだな。メダパに行くのはいいけど、直接攻撃の対策もしとかなあかんすわね。そこがね、まあいいですよ。とりあえず、あれですよ。ラーミアがどんな感じになっていくのか、この間でね、4戦通して見てみたいのでね。これで当てたら結局一緒なんだもんな。いきなり何、初戦で聖水使う展開とかになるってこと、これ。そういう可能性もあるってこと。こいつちょっと倒しときたいね。素直に。まあ、ここ癒ししかやることねえもんな。癒しだもんな。ベホイミじゃあれだもんな。自分攻撃しようと起きちゃうよ。起きちゃうわね。起きちゃ困るね。起きちゃ困るね。どうな、これ。メダパに、何 ?7 割ぐらい ?8、9割とかゴボッと入るわけじゃない。めっちゃなんか信用しとってはあかんよね、これ。どうでしょう、入ってほしいんですけど。結構ミスるな。結構あかんねえ。一番右攻撃紳士な。なかなかあれだな。もうあとあれだもんな。やるのはないもんな。部下に下げとるし、あれもできんし、回復するのもないし。魔力覚醒したってあれだもんな。ああ、やることねえな。スカラとかそんなんしかねえもんな。まあダメ元でここら辺かけとこう。そこまであれですかね。いかんのですけどね。意味ないんですけどね。ここは逆にあれか、ビッグシールとか。めっちゃ苦戦しとるじゃん、なんかあんた。もっと楽できるかと思ったのに。意味なかったね。さすが痛恨だね。回数攻撃だと、やっぱり、でもこれあれだな、体力があるもんあれか、ヘルバト入っとるでかな。耐えるよな。ゾーマがあるっていうのはやっぱでもでかいよな、素早さもあるしな。っていうとこだな。なかなか地味なことやってくれるな、本当に。こっちだな。メダパニでなんか永久ループみたいに半ループまでいいけどならんもんな。まあこれあれか。どっちみちあれだで一発食らったら終わりで生き返らしてラッキーゲームにかけるか。結構とかだいぶ苦戦しとんじゃん、これ。ちょっとひどいよね。こいつなんか結構弾くね。なんかあれなの。なんなんだろう。って言ってて2回だけど、もう弾いとるもんな。あの、一発弾きがでかいの、あれはな。体力があれで一発耐えるのでかいよな。これでメダパニだね。なかなか本当あれだな。座ってやっとる間にトップの MP がガンガンなくなってきたんですけど。意外にサミダレあれ苦戦する、もっと楽できるんかなって思ったんですけど。これ癒しだろ、すな。癒し2発だろ。ベホイミやられると辛いんで、これでもう一回癒し。一番右が倒れや、まあなんとかあれだと思うんですけどね。さらにこれあれだね。一個いいのがね、魔法戦士があるね。MP パサーで、バトンタッチできますもんね。それがでかいんだよな。とりあえずトップに渡して、次もう一回渡すか。回復役もなれだもんね。レンジャーも渡さなあかんしね。本当はレンジャーに先に渡した方がいいんですけどね。MP パスは。まさかこんな瞬間が来ると思わんかったな。200も渡すんか。150ぐらいでいいんだけど。まあそこまで調整できんか。これがさてさてってとこだ。やることないね。スカラしても意味ねえもんな。ルカニだな。ルカニしかないよな。やることないもんな。これ逆にあれだな。攻撃したってあれだもんな。やることない。これ防御しとく。ヘザに簡単な刺激したくないでな。これでもう一回 MP パサーか。MP パサーするとこいつが今度 MP 切れちゃうもんな。これ何、牽制水使わなあかん展開になるってこと。でも MP パサーだな、ここはな。
あ、そうか、自分の比率が減ってくるからあれか、分け前も減ってくるってことか。相変わらずあれだな、攻撃のところが安定しんな。これ回復してまた防具だな。うん、回復してやることないね。ビッグシールドでも別にいいんですけどね。まあいいわ。一番右をなんとか落としたいんですよね。と言っとると目玉にかけなかんもんな。体力がでもあれか、500後半あるのはでかいか。一発耐えるもんな。ギリで耐えとるな。めっちゃ時間かかっとるじゃん。20分だよ。もっと楽だと思ったんですけど、恋前回いきなり初戦からこれなんか思いやられるな。2時間コースとか入らんね、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 入らんね。初戦だけで、いや、これアリアハンの方がなんか絶対楽じゃない今思うけどね。アリアハンとシャインスクールの方がこれまだいいんじゃない。なんかいや、なんとなく、なんとなくメダパに入れても起こしとるもんな。そうだな、その体力じゃダメだもんな。トップを起こしてメダパに入れてってところか。めっちゃじりじゃん、めっちゃじりじゃん。先が思いやられるけど、 MP パスはやらないでいいですよ。やらないよ、やらないよ。ちょっと本当に寝ててください。これでザオリク、ザオラルだ、ザオリクじゃない、ザオラルだな。ザオリクってそういえばいつ出てくるんだろう。これもあれか、回復させるか。それは出さんのかな、 100% 回復は。そうすると世界中の意味がなくなるでか。そこまではやらんのかな。あのあれベホマラーとかのあたりでもそうですよね。めっちゃごついのってなかなか出さんよね。イオナズンをやっと出したぐらいだもんね。出し惜しみしとんかな。でもあれだよな、パラディンのところで何が来るんだろう、武器的に。何を実装してくるんだ。これ入っとるんで、じゃあしつこく右行きましょうか。ライデンも地味に20減るんだもんね。結構燃費食うね、こいつね。リーグ王だけじゃなく、確かにあれだな。ピエロも入れたくなるわな、これはな。あれ？あれ？なんで攻撃すんの？そこで縛るんか。そこで縛るんか。まあいいけど。そこで縛るんか。これ一人になると確か命乞いしてくるやつだよね。まあ無難にあれだな、ライディに行こう。一番右を落とせばなんとかならんすかね。 MP がこんなにまさかやられると思わなかったな。これがあれか、一回回復して、まああれだ、ビッグシールドでもやっとくか。それやることないで、まあ、縛り狙いでも別にいいですけど、使ってないであれか、縛り狙いでもしとくか。これディアルカッターどんなものいくだろう。ほんとに火力ないな。あれで倒れたんだ。あといけるんですかね、これ。どうだろう。舐めとるわけじゃないですけど。めっちゃ出すか、めっちゃ出すか、覚醒すると。一人になると強いな。ザオラルあるでいけるだろう、多分。そうやってやってるうちに多分あれでしょ、攻撃力低下していくでしょ。一人になるとあれだな、そりゃそうだな、4人おるもんな。雷神そうだな、全然違うな、これな、人数おるのと。攻撃が散ったら意味ないもんな。地味なとこで縛るな。そうだ、全然使ってないもんな。あ、そういうのもあるか。あんまり最初から縛りにかけんっていう手もあるか。こうなりゃなんとかあれじゃないかな。ザオラルあるで、あ、命乞いしてきたな、命乞いしてきたな。あの可愛らしい名が。簡単なトマホークも実はいいんですけどね、全体攻撃でそこそこあってね。あと私あれ持ってないんですけど、竜が疾風剣のやつありますわ。あんな感じのイメージなんじゃないかなと思ったんですけどね。あれもいっぺんどんなんか使ってみたいね。特に今7章あれバギーが通るでね。あれあれ地味にいいと思う。ただモーションがね、ちょっとっていうかだいぶ長いよなーとは感じるけど。でもそんなこと言っとれんもんな、7章なんかな。あれもう本当に適正通り、あ、これでいったんじゃないですか。めっちゃ苦戦しそうだじゃん、あんた。ザオラルがあったからよかったけどね。とまあね、こんな感じでやってきましてね。あの、一戦一戦区切っていきますよね。はい、ということで、そんな感じで終わりー。